まず最初のやり込みはヘイロー悶絶地獄の大脱出。はじめに新しいプロフィールやり込みを作成。ゲーム難易度をアドバンスに設定しゲームスタート。銃を持っているのにもかかわらず全く撃とうとせずに殴る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 。なんとこのやり込みは射撃を一切禁止した制約プレイ。攻撃は銃による打撃攻撃とグレネードのみでクリアするという地獄のようなもの。まずとにかく接近して雑魚を殴り倒す。そしてこの動きが速い強力な敵エリートに対しては付着するプラズマグレネードを活用し倒していく。ちなみにエリートを打撃のみで倒そうとするとこのようにかなり手強い。2面以降はフィールドが広くなり敵の数も増えるため銃の撃てないこの状況はまさに地獄。この状況下で生き抜くために取った作戦が、その1、スコープを利用。的確にグレネードを投げるためにスナイパーライフルのスコープで狙いを定める。手強い敵の位置を確認してそこへグレネードを投げ込み雑魚との接近戦に持ち込んでいく。作戦その2、ショートカット。マップを完全に把握し通常のルートを大幅にショートカットすることで敵との遭遇を避ける。ここではグレネードの爆風に合わせてジャンプ、通常より高く遠くへ飛び一気に壁を越えてショートカット。独自の最短ルートで進んでいく。そして作戦その3、ビークル活用術。ステージ中に登場するビークルを最大限利用する。味方を2人同乗させ攻撃しながら進む。ここは戦闘機から一旦降りてゲートのスイッチを作動。再び乗り込みゲートが開くまで避難する。そして開いたゲートに戦闘機ごと突っ込み突破。また一定時間透明になり敵に見つかりにくくなるこのブルーオーブの回収を忘れずに進む。機動部隊は現在地で待機して、私たちであのガンプラントを何とかするわ。尾根に登って下行ってちょうだい。これらの作戦を駆使しなんとかゲーム終盤に差し掛かる。敵からの攻撃や敵自体も一層強力になり苦戦するが、何度も諦めず挑戦していく。そしてヘイローを破壊し脱出を図る最終ステージへ。核融合炉を全て破壊しあとは脱出するのみ。成功よ。核融合炉は暴走して臨界に達してるわ。ついに一度も銃口から火を吹くことなくクリア達成。お見事。